どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回のテーマソングは、現在活動休止、次のステップへの活動休止を表明している、ミセスグリーンアップルの、青と夏。この夏青春ソング。やりましょう。なんですけど、ちょっと皆さん最初にご確認。この曲はですね、ものすごく、難しいというか、もの展開がすごいんですよ。そしても私も考えに考えた挙句ですね、ガズレレ流思いっきりショートカットアレンジ、初心者さん向けアレンジでお届けすることにいたしました。ですね、そうは言ってもですね、見てください。2枚にわたってるんですよ。本当にね、かなりショートカットさせていただいてるんですけど、全部かっこいいところをかいつまんで、主にサビを中心にね、A メロとサビを中心にしたガズレレオリジナルアレンジなんですけど、やってみました。これだけでもね、相当難しいですんで。はい。ぜひ皆さん、まずここから、第一歩から始めてみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしてるガズレレ流超シンプル簡単版アレンジ。後半は、そこにいろんなリズムが加わって、あのロックの疾走感がガーッと突き進む感じ。それ、パワーを込めたかっこいいバージョンをやります。2バージョンやります。何回も言いますけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございます。はい。皆さん、音楽を聴くの最高ですけど、今度はやりましょう。やる方がもうめっちゃ楽しいんですよ。そうは言ってもですね、皆さん、私きっと無理だろうな、私不器用だし、音楽の才能ないんですという方多いんですけど、安心してください。今ご覧になっているガズレレではですね、そのような方がもうどんどんウクレレでね、どんどん弾けるようになる簡単ウクレレプログラムがありまして、今そのプログラムを見て、世界中の方がウクレレで音楽始めてます。これ YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでね、ちょっとした隙間時間にできて、無料、始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行って、上から順番に YouTube 動画見てウクレレ触りながらやるだけですぐできるようになりますよ。じゃあ皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆるジャンルの音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1300曲以上もアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和を集める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、世の中にある曲をウクレレでちょっとずつこう簡単にできるようにちょっとずつ増やしてますんでね、皆さんどんどんこれから聴くから、音楽をね、聴くからやるに変えていきましょう。でね、簡単バージョンの他にもね、各動画にかっこいいバージョンをつけてるんですよ。簡単バージョンができるようになったらどんどんレベルアップしていきましょう。それではガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けするミセスグリーンアップルの青と夏、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4。勇気はあるか、この恋
青と夏、ガズレレ流初心者向けシンプル簡単バージョン、オリジナルショートカットアレンジでやらせていただきました。もうこれだけでもね、もうすっごい展開なんですよ。この曲ですね、よく聴いて分析するとですね、同じパターンがないんですよね。もうみんなちょっとずつコード進行も違うし、パターン化されてないっていうのはもう私もね、初めてのなんかパターンで、あれまた違うのって感じで、ね、大慌てだったんですけど、なんとか今のシンプル簡単バージョン、今のゆっくりな感じだとできるかなとは思うんですけど、たとえ弾けたとしても、歌も難しいんでね。で、動画と一緒にできた方、もちろんなんですけど、やっぱね、紙に書き出していただいて、ご自身だけでゆっくり演奏してみるのをおすすめします。YouTube と散々合わせたら次は自分だけでやってみる。これをおすすめします。その時にご活用いただこうと思って、私のノートをこうよく見せてるんですけど、今ですね、このガズクラブというサービスが始まりまして、毎月660円のクラブ活動費を頂戴して、このガズのノートを最新学部が強化したか、あさってみたらスピード感でですね、皆様の手元に毎月5曲ダウンロードできるという、まあこれもぜひご活用してください。それがあって、そこのガズクラブではですね、オンラインイベントとかやってます。次8月8日の14時から。はい。とかなんか SNS でもいろいろテーマを設けてみんなにワイワイやってますね。メッシー、ガズクラブ会員募集中ですよ。はい。そういうわけでちょっとこうさっと見せるんですけど、これね、もう本当にね、びっくりするぐらい、コード進行のパターンがね、もう毎回違ってくるんですよ。弾いてみたらわかるんですけど、こんなにあるんですよ、今のショートカットバージョンでも。なので、これはね、なかなかこれはね、悶絶レベルでした。出てくるコードはそんな難しくないんですよ。コードは難しくないんだけど、このコードの進行のこの、不規則性、言えてない。不規則性と歌のメロディーラインですね。この辺がですね、毎回変わる。これはちょっと初めての経験でしたけど、まあ、ひとまずこんな感じで私書いてます。これね、テロップを見てもらう方が、わかりやすいと思うんですけど、このノートもすごく役立つんでね、ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、このガズのノートでゆっくり分析するのもいいと思います。この下に止まるとかなんかいろいろメッセージも書いてあるんですけど、これ、ね、かっこいいバージョンが下の段。かっこいいバージョンが下の段で、今やったシンプル簡単バージョンが上の段です。今さーっと映しますけどね。とにかくこれはね、まあ、悶絶でした。はい。はい。でもこれ、2ページにわたってっからね。まあ、本当にね、ここ伸ばすとかね、いろいろメッセージ書いてある。これまあ、今さーっと映しますけど、もうこれ、わかりやすい。これいいなと思ったら画像クラブでお願いいたします。出てくるコード解説しましょう。今これ出てくる。これ赤く囲ってるのは後半かっこいいバージョンで出てくるコード。はい。これね、言っていきます。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、D マイナー。これは典型的なガズレレ必須コードの仲間でございます。この8個のコードはですね、実はですね、入門コードのグループのこれです。このガズレレ必須コードのメンバーでございまして、このガズレレ必須コードとは一体何だというとですね、ウクレレで音楽始めようかなと思った人に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループなんです。そのグループをガズレレ必須コードというふうに名付けております。本当はね、このコードって音の要素なんですけど、星の数ほどあってとてもじゃないけど全部覚えられるようなもんじゃないんで、どうしようってなるんですけど、ウクレレにとって、まずはこの入門コード、このね、グループ覚えといたらもうね、まずは OK。なんだけどグループでしょ。10個あるんですよ、10個。10個もあるのって思うかもしれませんが、今日はそのうちの8個出てくるわけですが、1個ずつ見たらね、これも1個のコードだし、これも1個だし、1個だし、まあ簡単なんですよ。ただね、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、私が動画でめちゃくちゃわかりやすく解説してます。ここにリンク貼っておきます。ここでガズレレ必須コード10個のコードは完全マスターしましょう。今日はその中の8個ですからね。今日は勉強になると思いますよ。はい。で、今のはその8個のコードを使ってゆっくりやったんですけど、まあ何回も言いますが、まあちょっとね、なかなか高難度な曲だと思いますので、まあぜひゆっくり取り組んでいきましょうということでございます。はい。で、まずじゃあゆっくりやってもらって歌をね、なんとなくこう掴んでから、じゃあ次のかっこいいバージョンに入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、コードがね、ちょっと2つばっかり追加されるんですけど、これもね、ガズレレではね、たまに出てくる面白い響きのコードです。ちょっとこれセットでご案内します。G シャープ星と A シャープ星。これはね、流れでいつもで、この星っていうのはガズレレのオリジナル表記なんでね、これよそっていうか一般的には全然わからないんで、ガズレレだけで通じる用語ですから、これは。はい、解説してみます。まず G シャープ星。押さえる場所は、ここと、こんな風に押さえるのがいい。いい響きでしょ。これね、なかなかちょっと、これもう一個押さえ方があって、こういう風に人差し指でこの、1弦、2弦、3弦押さえちゃって、ちょい、これでもいいですよ。はい。ちなみに小話としては、この形のまま、1個こっちに持ってくると G というコードです。なので、これを、これが本当は G というコードなんですね。これ G。これをこの形のまま、ずるっと1個こっちに持ってきたのが G シャープ押し。この4弦の響きを残したまま。そして、次の A シャープ押しは、この形のまま、あと2個こっちですね。今、ここを押さえてるから、あと2個ってことは、1個、2個だから。この、5フレットのボタンのところで、この三角形を作る感じ。このセットで使うのがいいんですよ。
こんな感じでございます。ではかっこいいバージョンのリズムのねご案内をしようと思います。基本的にはドン8ビートのチャというリズムでロックの疾走感ガンガンでいこうと思います。こんな感じです。8ビートのチャ、疾走感あるでしょ。これをの後半のサビでやると恋が始まった日暮らしでやるんですけど、これちなみにちょっと話はずれますけど、今のフレーズで最初のサビをやると夏が始まった、コード進行変わるんです。メロディー一緒なのにコード進行変わるっていうのがこの曲、この曲のすごいこのポイントでございましてですね、そこが難しいんですよね。まあ置いといてですね、まず基本的な8ビートのチャ、あとですね、ほんのりちょっとなんですけど、エンディングの一番最後でちょっとだけガスペジオ、こういう弾き方で、これはねちょっとあの本番でこの後デモ演奏で確認してください。あともう一個の弾き方があって、カッティングです。これがちょっと難しいね。これね、曲の中でパッ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 っていう風に弾きたいところがあるんですよ。ここです。このパッパッパッって止めて、これカッティングなんです。これがちょっと難しいんですよね。パッ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 って、これ左手で止めて、これをカッティングと言います。はい、これ難しいんですけど、まあ一応だから今日はこの3つを最初にご案内します。8ビートのチャとガスペジオと、カッティングの弾き方、この3つの弾き方はこのリンク行ってみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャ、ガズペジオ、カッティング、動画それぞれで練習動画になってますんでやってみてください。8ビートのチャは基本である8ビートを最初にマスターした方がいいと思いますからね。でガズペジオもちょっとね訓練すればできると思います。ちょっとしか出てこないんでね、はい。で一番この中で難しいのはカッティングです。カッティングはもう永遠のテーマで、もうガズも日々練習って感じですからね。まずやり方だけはそのさっきの動画で覚えて、やっていきましょう。そしてもう一個の弾き方はこのねブリッジミュートっていう弾き方を取り入れてやってみようと思います。たまに出てきますけど、ブリッジミュートっていうのはここの白いところがこれブリッジということで、ここにですね手のね右手のこの部分、ちょっと柔らかいんですけど、ここの部分をこうクッと押して音をねこうちょっと止める、くすませる、 C を弾くと普通に弾くと、これをミュート、これブリッジミュートって言います。でこれ A メロなんかはこんな感じで、涼しい風吹く青空に恋、こんな風にちょっとこうねちょっとしっとりした感じ、ズズズズって感じで やってみようと思います。あともう一個、イントロの一番最初のところでも半分ミュートみたいなのちょっとやってみる。ダーツツツツツツダーツツツツ、こんな合わせ技でもブリッジミュートを使っていこうと思います。このブリッジミュートはですね、特にレッスン動画っていうのはもう本当にここに当ててこう弾くってだけなんですけれども、だけっつったってこれがまあ難しいんですけど、まあこれロックバンドではね、このミュートでねギターエレキギターでズッ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 って感じのイメージで、ね、やるときこれを使うんで、まあちょっとこれを再現してみました。サビのですねところの映画じゃないところで、こうさっきみたいにカッティングでタッタッタッっていうところでメリハリがまずつきます。あと伸ばすパートがあったりとか、結構そのいろんなメリハリ、動画のテロップつけてきますんで、要注意しながらそれを見ながら、何回か練習してみるといいと思います。あとこの曲のね A メロの2番のフーリーンがチリーンのところのバースのところでちょっといろいろ入ってくるところがあって、まずね面白いブレーキがある。私には関係ないと、私にはだんだ、こんな感じで F を止めるといいかなと。私には関係ないと、次 G シャープを持って A シャープを敷いて2拍1、2開けて夏が入るんですけど、ここがちょっとね難しい。ゆっくりやってみますね。1、2、3、4。私には関係ないと、次は G シャープを敷いて言ったでしょ。1、2の時に夏のなです。なってきたんだ夏が、ここだから2拍なんですよね。ここがちょっとね難しいかもしれませんけど、今みたいにゆっくり分析すると、理解できるんじゃないかなと思います。やってみてください。あとイントロでですね、さっきの G シャープ押しと A シャープが出てくるちょっとね細かい、フレーズがあるんで、そこやってみましょうか。ダン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 、こんな感じ。 G シャープ押してツッタダダダダ、はい、テロップにもこんな感じで書いとくんで、ツッタダダダダ
ましょう。こんなようなあのフレーズとか G シャープ、C シャープとか入ってくるんですけど、この曲はですね、やっぱりそのコード自体はそんな難しくないんですけど、その歌のメロディーラインが一緒なのにコードが変わっていくとか、そういうところでちょっと今だかつてないようなこうガズも体験してあるんで、その辺が面白くもあり、ちょっとね、難しいんですけど、今この時期、このね、青と夏、歌詞にも書いてありますけど、夏が始まった合図がしたとか、もうまさに今、思いっきり歌いたいやつですから、ちょっと練習して、汗だらだら流しながら熱唱して歌っていきましょう。それではやっていきましょう。ミセスグリーンアップルの青と夏ガズレレ流かっこいいバージョン。オリジナルショートカットアレンジバージョンですけれども、かっこいいバージョンやってみる前のめりに行く疾走感、夏をこう駆け抜けるエネルギーのある曲だったと思います。ちょっと難しいですけれど、それでもね、ガズレレの簡単、これでも簡単アレンジですね。ちょっとゆっくりじっくりこの夏取り組んでみてはいかがでしょうか。さあ、この楽しさ、音楽、これ難しい曲に取り組むのも一個の楽しさですからね。こう夢中になって進んでいく、これも楽しさの一個だと思うんですけど、まあこう楽しいことやってるとね、やっぱ元気になるし笑顔になるしですね、もう免疫力も上がりますから、今この時期本当音楽でね、もう自分の免疫力上げるのがいいと思います。この楽しさをまた周りの方にシェアしてあげたら、またそういう人が増えるわけでございます。皆さんぜひこのガズレレ YouTube をご活用いただいて、ガズレレ見たらすぐウクレレできるようやろうよ一緒にって、次会ったら一緒にセッションとかも最高だと思います。ガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねとかチャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。そしてですね、今先ほどもちょっとご案内したんですけど、このガズクラブ盛り上がってます。このガズクラブ楽譜のダウンロードの他にも、そのオンラインライブ配信イベントをやってるんですけど、次は8月8日です。次はエイトさんのね、香水大特集やる予定ですよ。あとテーマ曲というか課題曲も5曲決まってて、そこに、はいはい、見てもらうと、もう課題曲も決まってて、もう面白い曲いっぱいあります。みんなで大絶セッションやってます。そしてね、このガズクラブで、ね、アプリを今後作っていく予定になってますんで、これそしたらメンバーズカードとかね、そういう話もいろいろ出てきてます。ガズクラブぜひともよろしくお願いいたします。続いてお知らせとしては、このガズのわがままウクレレ、ちょっと前に募集した分はありがとうございます。完売に なってしまいました。ちょっと検討しているうちになくなっちゃった方いらっしゃると思うんですけど、毎月1回程度なるべくこの出せると思うんですけど、今ベトナムとまたやり取りして、どんどんそうやって、皆さんにもこう手に取っていただけるように邁進しておりますので、よろしくお願いします。今ご購入していただいて、お待ちになってくださっている皆様、お待たせしております。
ておりますが、進めておりますのでご安心くださいませ。よろしくお願いします。あとはもうどんどんお知らせをしますけど、このこれガスレシピ、これガズレレのアプリです。楽譜が見れるアプリ、スクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能がついてて、今100曲ぐらいのね、多分曲、あ、じゃね、80曲ぐらい、どんどんこれも増えていきますんでね、これ無料版もありますんで、皆さんのスマホやタブレットにぜひとも入れておいてください。あとはですね、いろいろあるんですけど、あ、これがあるな、これ。このガズの出している本、この書籍、これがもう大ヒット中でございます。皆さんもうお手に取ってくれたでしょうか。シンプル簡単バージョンですけど、100曲100曲と。あと、初心者様にはこれがおすすめ、緑の本。これがですね、もうこの3冊で、トータル9万部に迫る勢いのこの、発行部数になってまして、もう本当に皆さんご活用くださってどうもありがとうございます。どんどんこういうのをね、使って楽しく音楽していきましょう。あとはこのいつも使ってるウクレレについてるストラップ。これ、マイハニーがこうハンドメイドで作っていたりとか、キャップ、T シャツ、あとはこれがリュックサック。これもですね、もうこのリュックサックがですね、まあまあ私がデザインしてるんですけど、これウクレレが入るリュックサックなんですよ。ここにガズレのプリントが、ブラックにブラックプリントであるんですけど、ここにハンドルがついて横持ちでも持ってます。そしてこれ中開けると、このちっちゃいポーチ、脱着型のポーチでチューナーを入れたり、カップを入れたりとか、あとティッシュ入れたりとか、あとこっちを譜面台が入るカバーがついてます。これ脱着可能なんで、必要なければ外して何かに使っていただいてもいいし、これをウクレレはね、コンサートまで入るんですよ。でももちろん楽器用なんで、これ生地もすごく分厚くてしっかりしてますんでね、ぜひこれもご活用ください。そんなことはね、ガズレレドットコムだな、まあ、ここ見てもらうともういろんなこと書いてありますね。はい。そしてね、ガズレレではもう本当にいろんな最新情報がもうボコボコ立ち上がってますんで、まあ、このガズレレホームページでなんか逐一チェックしてくださると、とってもありがたいんで、よろしくお願いします。はい。そういうわけで、このちっちゃいウクレレで楽しい音楽人生、音楽のある日常っていうのが、これがまあ最高の豊かな時間でございます。本当に楽しんでいきましょう。いつもガズレレ YouTube チャンネルご覧になってくださってありがとうございます。はい、また会いましょう。さようなら、バイバイ。